HSP の適職とは。精神科医カバサーションのカバチャンネル、今日は質問いただきました。ゆうすけさん、 HSP の適職はありますか？繊細で傷つきやすく、周りからの影響ですぐ踊らされやすく、今のところ宝の持ち腐れです。 HSP っていうのはハイリーセンシティブパーソン、非常に敏感な人という意味なんですけど、いろいろ他の人の気持ちを分かりすぎたりですね、聴覚や視覚などの感覚が非常に鋭敏なので、そういうもので非常に疲れすぎたり、他の人の気持ちを読みすぎたりしてものすごく疲れたりとか、そういうことがね、ある。他の人よりもものすごく敏感で繊細な神経を持った人と言われています。HSP ってどのぐらいいるのかというと、だいたい 20% いると言われてるんですね。5人に1人いるわけで、血液型の B 型と同じぐらいいると考えると、別にそんな特別なものでもないというふうにね、考えられると思います。だからよく HSP なんですけど病院に行った方がいいですかみたいなんですね。それは血液型 B 型なんですけど病院に行った方がいいですかっていうのと同じぐらいの意味合いだと思うんですけども、他の人よりもちょっとだけ繊細であるという特徴なので、それを上手に使えば長所にもなるし、そこにこだわりすぎると短所にもコンプレックスにもなるという話でございますね。アーティストの人とか結構 HSP の人が多いです。例えばこの間音楽家の人に会ったんですけども、その人も音とかが聞こえすぎちゃって、下手くそな音楽とかが聞こえてくると腹が立ってしょうがなくなってくるとか、高音域が妙に引きすぎたスピーカーだとそこにもういても立ってもいられなくなるとか、本当にいい音楽が流れた時はものすごくいい気持ちになれるっていうことらしいんですけど、そういういろいろな大変な面っていうのはあるかもしれないけど、逆に言うとそういう細かい部分が分かるからミュージシャンとしてやれてるという部分もあると思うんですね。繊細であるという部分が長所でもあるし短所でもあるので、別にそこで悲観することもない。なのでご質問いただいた方のように、そこを活かせるような職業に就くっていうのが重要かなというふうに思いますけども、あまり対人関係のない職場がいいと思うんですね。だから逆に言うと一人でできるような仕事っていうのがいいですし、専門職というか、例えばデザイナーみたいな職業ですね、フリーランスみたいでやるような職業ですね、仕事を請け負ってやるみたいな。普通の会社のサラリーマンとしてやっていく場合においては、どうしても人間関係とかが発生したりですね、上司と部下の関係とか、いろいろ横の関係とか、そういったものをなかなか忖度していかないとうまくいかない職場っていうのが多かったりすると思うので、どっちかというと専門職であるとか、そういう特別な技術を持ってるとか、そういう部分であると、あんまり人と直接会う、あるいは人とのその対人関係が少ない、あるいは例えばインターネットの職業であるとか、あと SE なんかでもプログラムを作ってりゃいいので、もちろん会社に勤めると人間関係もあるでしょうけど、基本的にパソコンに向かってる時間が長いので、そういうのもいいかもしれませんけど、そういう何かしらの専門職とか特別な手に職があるようなものっていうのは向くと考えられるのではないでしょうかね。 HSP についても本がたくさん出てるんですけど、私が読んだ中ではこの繊細さんの本っていうのがね、すごくいいです。これは HSP でカウンセラーなんですけど、この人自身が HSP ですごくなんとかいろいろ苦労しながら社会に適応できたっていう自分の経験を生かして HSP の人に対してカウンセリングをしている人が書いた本なんですね。例えばあと発達障害についてどう乗り切るかっていう本とかもあるんですけど、私は発達障害とか HSP で参考にするべきは医者が書いた本じゃない方がいいです。で、 HSP っていうのは基本的には心理学的な概念なので病気ではないです。精神医学の診断の教科書には載ってないです。 HSP っていうのは精神科の病院に HSP かもしれないので見てくださいって言っても、 HSP ですかって一生されると思いますね。さっき言ったように私血液型 AB 型なんですけど直してくださいみたいなのと同じような意味合いとしか取ってないので、医者っていうのは本当の病気の部分しか、例えば発達障害の場合でも本当に重たい発達障害の人しか見てないので、グレーゾーンの人って医者は専門じゃないんですよね。だからね、分かりやすく言うと、だから本当に重たい発達障害の人は医者が書いた発達障害の本ってとても役に立つと思うんですけど、多くの人は自分は発達障害だっていうけど大体の場合グレーゾーンなので、グレーゾーンについて参考になる本っていうのは心理カウンセラーの人が書いた本か、本人が発達障害でいろいろ苦労して書かれた人がすごく参考になります。ですからこの本も本人が元 HSP だっていうところの体験を元にして部分に書いた本なんですけども、それがすごく染み渡る話なのでとてもいいと思います。この手の本っていうのは大体対処法以前に HSP とは何ぞやとか定義とか一般的にはっていう部分の前置きが長いんだけど、この本はほとんど対処法が書かれてるんですね。第1章から繊細さが楽になれる基本、第2章が万一のストレスを防ぐ簡単な技、第3章が人間関係を楽にする技術、第4章が肩の力を抜いて伸び伸び働く技術、第5章が繊細さが自分を生かす技術、つまり第1章から5章までが対処法しか書かれてないんですよ。皆さん知りたいのは対処法なはずで、自分がそうかどうかっていうのも心配ない人もいるかもしれないけど、基本的にみんな対処法が知りたいんだけど、意外と多くの本は対処法が少ないんですけど、この本は対処法が多いので、そういう意味でもおすすめですという形で、自分はなんかこの病気ですごい心配ですっていう方、よく発達障害かもしれませんとかそういう方もいらっしゃるんですけど、何か自分に合った一冊の本をね、読んでみるってことで解決することもありますので、少なくとも不安は取り除けます。本一冊読むことによって、いろんな自分の持ってるその病気かもしれない的なね、不安とか、あれどう対処したらいいんだろうという不安は本を読むことによって解消されますので、ぜひね、自分に合った一冊を読んで解消していくというのがとてもいいんじゃないかなと思います。精神科医カバサーションのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。